男子ソフトボール部キャプテンの中曽根英輔です。中曽根キャプテン、よろしくお願いします。今回9年ぶりに、読谷高校男子、九州大会を、優勝ということで、率直なお気持ちをお聞かせください。この大会では長崎勢が8連覇している中で9連覇を阻止、優勝することができて本当に嬉しいです。実はこの対戦相手なんですけど、前回去年の秋でしたっけ、去年の秋の、大会で、惜しくも、準優勝という結果に終わった相手だということで、今回優勝できて、どう思われましたか。前回の秋の九州大会で負け、長崎の大村工業は春の選抜全国大会でも優勝してたチームなので、やっぱり、リベンジで王者奪還っていう目標でしっかり、チャレンジャーというつもりでしっかりできたと思います。実はこの決勝戦まで、行くにつれて、勝ち進む中で、このチームメイトの雰囲気ですとか、一体キャプテンとして、どういった声掛けというものをしたのか、それも踏まえてお聞かせください。決勝戦まではしっかりこのチームのカラーが出せていって、チャンスで点を取ることができたんですが、決勝戦ではもう前半に相手に2点を取られてしまい、雰囲気が悪くなったんですけど、これは自分たちの負けパターンだと思ったので、しっかり全然この1点ずつ返せば逆転はできるっていう声かけをして、そこから同点に追いつき逆転することができたので良かったと思います。全国大会の日程の方も教えてください。8月の6日から9日に行われます。ちなみに対戦相手とはまだ決まっていますか。一応決まってて、僕たちは主将なんですけど、京都の綾部高校と新潟の日本文理高校の勝者と対戦します。ではこの全国高校総体に向けて、意気込みを一言お願いします。春の全国選抜大会ではベスト16という満足した成績で終わってないので、チームのカラーをしっかり出しながら一つずつ勝ち進んでいきたいと思います。全国制覇目指して頑張るぞ。おー